Thank you so much for watching. では今日も2年生の皆さんと勉強していきましょう。 So today we're going to study unit activity and let's write to になりますね。はい、また内容が結構難しいと思うんですが、日本の習慣やマナーを伝えようということですね。英語の教科書は日本のもの、日本の文化とかそういうものを英語で伝えられるようにしようというのが目標になっています。なので、習っている英文法とか英語の表現っていうのを自分の言葉で言うときには、こういった習慣だとかマナーだとかっていうことを題材にするよりも、もうちょっと身近な自分の、生活に合った内容に合わせて、その文法表現を使った英作文をした方が、頭の中でですね、自分のものに英語がなっていくと私は思います。っていうのは、こういうふうにしてね、外国のお友達が自分の家に来るっていうシチュエーションっていうのは、普通の中学生にとってはそんなに、こう、頻繁に起きることではないと思うので。Okay, so, but, we have to study, so, with this textbook. Okay, so, here we go. Step 1ですね。パトリックがブログに次のような文を投稿しました。So, who is Patrick?Actually, you will know about him. The sentence is above. はい、上に書かれている日本語がね、あるので分かりますけれども。So, Patrick is a boy or a man probably, who is coming to Japan soon. Mm-hmm. And he wants to know about Japanese culture and manners, before he comes to Japan, right?そういう感じですね。はい。で、日本で過ごす際に、知っておくと良い習慣やマナーっていうのはどうでしょうかということですね。うん。Number one, I want to eat delicious food in Japan, but I don't know Japanese table manners. Also, I'm not good at using chopsticks. さあ、こういうのもいつもの癖でね、ボールペンをまず持ってくださいね。そして一番最初のところからもう行きますけれども、manners っていうところにね、丸を書いてくださいね。manners っていう風になると、その、行儀作法とかっていう意味になるんですね。So, this is how you, your mother use maybe, if she has a little child.なんか小さい子がいるお母さんとかはね、manners っていうふうに、この一言だけでですね、ちょっと行儀を考えなさいっていう時に、この manners っていうふうに言うことがね、できますね。もうこれ good manners って言わなくても、manners っていうだけで、行儀よくしなさいっていうような結構強い言い方でね、命令的に言うこともあります。そうして次ですね、using chopsticks。これもやはり S ですね。So, chopsticks, 箸はですね、いつもこの複数形になりますね。chopsticks. It's like, when you say pants, pants, ズボンもね、英語では複数形になりますけど、このいつも箸も2本に、ね、なりますので、chopsticks というふうに複数形で表していますね。So, this is not so difficult, right? When you say, I'm not good at, I'm not good at. So, when you say, I'm good at, so you can say, I'm good at using chopsticks, right? Because you use every day, right? Okay, so number two. In American restaurants, ここもやはり S ですね。We usually leave 15% as a tip. So, do you know what tips っていうのはみんな知ってますかね。アメリカでね、行ったことはあるかわかるんですけど、これは全世界共通ではもちろんないですね。ただ、アメリカの、レストランとかでは、この 15% とか、まあ、ちょっと多めに払うと、20% ぐらいのこの tip っていうのを払うんですね。これはどんな風にして出すかというと、その食べたね、ご飯の料金が例えばですけど、じゃあ100ドルだったとすると、15% っていうとどれぐらいかっていうと結構多いんですよ。これ1500円ぐらいがその tips になるので、you have to pay, $100 and plus $15.
っていうことになりますね。結構お金かかるんですね。だから外食するとね、アメリカでは。はい。この場合も leave って言いますね。leave っていうのは置いていくっていう感じなんですね。So, it doesn't like they think, that tips are actually, in the amount of the payment of the meal. その食事のなんかこのね、金額というよりは、もうサービス料としてこのなんていうか、テーブルにこう置いていくものなんですね。だからこれ、leave っていうのを使って、pay っていうのをですね、tip をこう置いていくっていう言い方をしますね。leave ですね。So, how much should we leave in Japan? So, how much? So, as you see, how much, right? How much もね、とっても有名ですけれどもね、いくらですね。Should we leave in Japan?はい、もうこの should っていうのは2年生いっぱい出てきてますけど、この should っていうのは must とは違いますね。should っていうのはどうするべきなんでしょうっていうか、まあすべきって言い方をすると非常にこう強い感じになっちゃうんですけど、どうしたらいいでしょうか、アドバイスくださいっていう時に、should I do this? そうした方がいいのかしらっていう感じのニュアンスで、この should っていうのをもっと気軽にね、使ってください。さあ、それはいいでしょうね。Number three. I'm going to live with a host family. Oh, he's going to live with a host family in Japan.、Mm-hmm. What Japanese customs? ここですね。Should I know about? この customs っていうのも、この習慣とかそういうものを、やっぱり複数形をつけて言っていますね。だからこの複数形がどんな場所につくかっていうので、ね、単語によっては複数形になっている時のイメージっていうのが、その単数で言っている時のイメージと違う場合もとっても多いのが英語なので、必ずその一つだからあ、ね、いっぱいあるから S がつくっていう、そういう概念で考えてしまうと、この間やったみたいにシャワーズとかディナーズってなった時に、どういう意味？ディナーズ？シャワーズって、シャワーって数えられるの？みたいになっちゃうんですけど、そのシャワーという単語をどういうふうに捉えているかっていうので、シャワー、シャワーズになったりするっていうのが英語なんですよね。さあ、ステップ2、アドバイスを考えようということですね。For example, I will say to him, you don't have to use chopsticks. This is a piece of good advice, right? なんかすごくいいアドバイスだと思いますね。Because if he thinks that he should use chopsticks all the time when he is in Japan, right? It can be really hard for him, right? ね、すごいそれ大変になっちゃうでしょ。He must practice using, you know, chopsticks every day, maybe before he goes to Japan っていうことになりますよね。もう日本に行く前にはね、もうすごい彼はチョップスティックスの練習をしていないといけなくなっちゃうので、うん、そんな必要、そんなしなくてもいいんだよ。ね。You can ask, you know,fork and spoon if you need that. そうですね。Number two というか B ですね。そうすると B が That's a good idea. それはいい考えですね。というふうに言ってますね。I will say to him, you must take off your shoes when you enter a house. This is very important for him to follow the rule. That's right. これはですね、日本の家はほぼほぼ多分 90% 以上の家がね、靴を脱いで上がるっていう、そういう仕様になってると思いますので、You must tell him about this. これはもう絶対言わないといけないかなと思いますね。さあ、ステップ3ですね。ステップ2での話し合いを参考にして、パトリックへ伝えたい日本の習慣やマナーをまとめたメモを作りましょうということで、1,2,3,4 4列ありますね。まあ、この2ボックスを見てみるとね、すごく深いなと思うんですけど、 No.1 Chopsticks. So do you think you should, you know, tell him thatHe should practice using chopsticks before he comes to Japan? I don't think so. Because we use spoons and forks and what else we use? みんなね、スプーンやフォークいろいろ使えるので、Well, he can choose, right?
You can choose to use chopsticks or spoons and forks, right? そんな感じなので、私はこれは絶対必要だとは思わない。Mm-hmm. Number two, pick up the rice bowl when you eat. Oh, what do you think about that? I think your mother probably, you know, tell you, oh, you should pick up the rice bowl when you eat.Maybe, because I said to my daughter when she was very little. そうですね。これは日本のマナーとして、ね、お茶碗を持たないでこうやって食べるっていうのはちょっと、ブブーかなって思いますね。なので、これは言った方がいいと思います。I think I should tell him that. そうですね。Number three, leave a tip.We don't have such a custom, right? So, you can save money. You don't have to pay any, you know, any extra, you know, charge or like tips. はい、チップを払う必要は日本ではないですよね。なので、これはこそまさに You don't have to leave a tip on the table when you finish. Mm-hmm.Okay, so wash yourself outside of the bathtub. Yes, it's very interesting. この問題は結構ですね、実際にトラブルになるケースが多いですね。まあそうは言っても最初のね、初日ぐらいだと思うんですけれども、これはもうお風呂のね、使い方っていうのはやっぱり文化によって全然違っていて、どちらかというと日本のお風呂っていうのも結構特殊なのかなと思うんですけれども So I would say to him、You should wash yourself outside of the bathtub、And add one more、Don't pull out the、bath stopper Stopper ってありますね、あの線あれをこう抜かないようにっていうことも多分アドバイスをするかなと思います。これはね、すごくあるみたいですね。まず、お風呂の中で洗うっていう文化をアメリカの人は持っています。つまり、お風呂の外ではむしろ洗ってはいけないんですよね。日本みたいにお風呂の外で洗うということがむしろいけないので、お風呂の中で洗わなきゃいけないっていうふうに思って、こう、じゃうじゃ洗い出しちゃう人がね、いるんですよね。そして当然洗ってしまった後には、So he might pull out, how can I say the bath stopper maybe?お風呂の線ですよね。それをこう、引っ張って、こう、外してしまう人っていうのがいるんですね。もちろんそのお水が全部外に出ていくためにです。そう。なんでそんなことするかっていうと、中で洗ってるので、もうその水はめちゃくちゃ汚い。That's why, maybe they do so. だからそういうふうにするんだと思いますね。そう。なのでお風呂にね、留学生の子が入る前に、2つ言っておかないといけないのがこれですね。Number one, you should not wash yourself in the tub ですね。You should not wash yourself in the tub. You should wash yourself outside of the bathtub. これをまず言うということですね。そして Number two, you should not pull out the bath stopper after you finish. Okay? So, we use the same water for everyone. みんなでこう使いますということですね。はい、you should keep the water after you finish. さあ、次 number five ですね。Take off your shoes when you enter a house. さあ、take off your shoes. Ah, this is also very important, right? So, もうさっきも言ったようにね、ほぼほぼ日本の家っていうのはこの靴を脱いで上がるっていう習慣になっているので、これも絶対に言った方がいいかなと思います。So, you should pick out four, you know, customs or manners among these five rules from two books. そうですね。ここからじゃあ4つぐらい選んで、してください。
そしてこれ使う、作るときに You must っていうのを使うんでしたら何々をしなければいけないっていうことですね。そしてそんな必要ないよっていうときは何だったかっていうと You don't have to. So, for example, you don't have to use chopsticks. You can ask spoons and forks when you need. っていう感じで言う方もできますね。まあ、must not っていうので絶対にやってはいけませんっていうのがさっき言っていた You must not wash yourself in the bathtub. これはもう絶対やっていけませんっていうふうに私だったら言うかなと思いますね。はい、それでは、次ですね。次のページの、Let's write to ホームステイのお礼状ということになりますね。さあ、カイトくんがこれはホームステイ先の人にお礼をしています。カイトくんが泊まったのは、老夫婦のお家でしたよね。さあ、それではこの、手紙の書き方ということで読んでいきます。August 28, 2022ですね。2022年というのをこういうふうに書きますね。Dear Mr. and Mrs. Wilson, How are you? I'm back in Japan now.Thank you for a wonderful homestay. Staying with you was a great experience. I especially enjoyed playing word games with you. I study English every day, and sometimes I use the words from our games. I look forward to seeing you again someday. Best wishes, Kaito. ということですね。素晴らしいカイト君文章を書いています。日本語でも手紙の書き方っていうのは、中学生になるともう習っているかなと思うんですけれども、この左にあるものっていうのが日本語でも多分同じようにあると思いますね。このまとめというのと終わりの挨拶っていうところを見てみたいんですけれども、I look forward to、 これは一番多分使われている表現かなと思います。楽しみにしていますっていうことをですね、相手に伝えているパターンになりますね。はい、ではもうこの訳は大丈夫だと思うんですけれども、いかがでしょうかね。Thank you for a wonderful homestay ですね。ホームステイは名詞なので、A wonderful homestay という言い方で、素晴らしいホームステイをっていうことが言えています。それから次は動名詞を使って、Staying with you。あなたと一緒に、こうね、一緒に、まあ、滞在したっていう言い方もできますけれども、一時的にこう一緒に暮らしたことですよね。というのは A great experience、 私のもうすごい最高の経験の一つですということで言っていますね。I especially enjoyed、 特に私は楽しかった。何が楽しかったかと言っても Enjoyed playing word games っていうのですよね。はい、あなたたちと一緒に。I study English every day. さあ、これは今なのかその時なのかっていうと、今ですよね。ね、僕は毎日英語を勉強しています。And sometimes I use the words from our games. そして時々、これも大丈夫ですね。Sometimes、前やってましたけれども、Sometimes と Sometimes 全然意味違いますね。Use the words、 これも複数形。From our games、 これも複数形ですね。なぜ複数形がここに伝われているかっていうのを考えると、だんだん作文を書くときに、あ、複数形こういうとき使ってたなっていうのを脳が覚えていきますので、はい。そして終わりの挨拶の Best Wishes、 これはもう本当に Wish っていうのはね、願いっていうことです。だから Best Wishes ってことはもうわかりますね。これも実は複数形になっていて、これは ES が複数形になります。さあ、じゃあステップ2はちょっとスキップしまして、2 walks 見ていきましょう。I will never forget your hospitality. お礼を言う。I will never forget your hospitality という方ですね。I will never forget your kindness. こういうふうにも言えますね。あなたの親切を私は決して忘れません。この時の I will never っていうのの will っていうのを使うのはまさに自分自身のことなので、強い決意っていう感じですね。はい、そして次 Many thanks for something、 これは
thanks というのは感謝という時の言い方は thanks というふうに S をつけて言いますね。はい、次は、was really great. Something was really great. So what would you like to say? So he wanted to say playing word games with you was really great. よかったですね。それから、まとめ、give my best regards to somebody。これは誰かによろしくお伝えくださいっていう日本語があるように、やっぱりこれ使えるんですよね。なので例えば、じゃあお父さんによろしくお伝えくださいっていう時には、はい、give my regards to your dad っていう感じですね。それから次、I hope to hear from you。さあ、これの I hope to hear っていうのは、to hear。聞くということに向かっている感じなので、やっぱりこれは I hope to hear 誰から from you あなたから聞くのをお待ちしていますね。何か聞くのを待っている、願っているってことは、まあ、お返事をお待ちしています、ね。日本語が一番しっかり来るのかなと思いますね。そして Let's keep in touch。これはですね、もう会話でもすごく使われますね。Let's keep in touch。Keep in touch。もうね、友達同士だと OK keep in touch bye っていう感じでね、時々連絡を取ってこう keep ね、 keep っていうのはその状態を維持するって意味があるので、 keep in touch っていうのはタッチするというその空間をキープする、つまりやり取りをね続けていきましょうねという感じになると思います。さあ、このメモを元に書いた手紙が一応ここに例がありますので書きます、読みます。Here we go. Dear Johnny, how are you? Is it still cold in Australia? It is very hot in Japan. Thank you for your hospitality. I really enjoyed staying with you. Especially skiing in August was an interesting experience. You are a good ski coach. I want to enjoy skiing in Japan too.Please come to Japan and stay with me in the near future. Bye for now, Ken. ということですね。はい。これもすごくいい文章ですよね。このオーストラリアは日本と、ね、季節が真逆になっているので、日本がとても暑いのに、Still cold in Australia? っていうふうにね、まだ寒いの?っていうふうにまず聞いていましたね。それから、Thank you for your hospitality. これも、誰か何かしてくれた時にあなたのそのね、おもてなしとかそういうものに関して感謝していますっていうのを伝えているのが Thank you for your hospitality というふうになっていましたね。その後も Especially skiing in August 8月のスキーということですね。 Skiing in August は Was an interesting experience。とても興味深い、また出ましたね、経験です、でしたですね、過去形なのででした。 You are a good ski coach、うん、あなたは、素晴らしいスキーコーチでした。みんな過去形になっていますね。そして I'm gonna enjoy skiing in Japan。 これはもう日本に帰ってきて日本でも私はエンジョイしたいですって言っているので I want っていうふうになっていました。はい、That's all for Let's Write To ですね。それでこの後ろのですね、助動詞っていうところね、ほんの少しだけ、もうこれを見ればみんながわかることなんですけれども、助動詞っていうのは、I play tennis っていうふうにもし私が言うと、これは現在形でいうことになるので、私はね、うん、テニスするんです。まあ、このニュアンスとしては、いつもだいたいねっていう感じでしたよね。で、この I play tennis っていうのの、この時制が変わるときっていうのは、ここが play っていうのが、ね、play do っていうふうになると、これは過去形になるので、今は関係ないっていうのになるっていう話になるんですけど、助動詞っていうのは、ここに入ってくるものよね。ここに入ってくるんです。で、助動詞が入ってきた時に一番何がこのセンテンスに加わるかっていうところなんですよね。例えばじゃあ I play tennis っていうのがもしじゃあここに can っ
ていうのが入ったとしますね。can。I can play tennis. I can play tennis. うん。これは私はテニスをするだけじゃなくて、することが可能です。まあできるよっていう感じなんですね。ただこれよく言われるのが、日本人のそのあできるよっていうのは、上手にできるっていうところまで日本人は考えて、あテニスできるよっていうふうに言ってしまうんですけれども、 If you want to say you can play tennis well、 私はテニスが上手にできるよっていうふうに言う場合には、 I can play tennis well っていうふうに、ここに well っていうのをつける。これが実は日本人の思ってる I can play tennis なんですよ。この well っていうのが、日本人っていうのはこう言ってなくても、あ私テニスできるよっていうところの well まで行っちゃってる感じ、言ってないけどね。だから Can you play tennis って言われた時に、この well じゃない人はちょっとこうラケット送ってちょっと球が当たるぐらいだけど、一応まあまあはやれるけど上手じゃないっていう人は、 Oh no no I can't play tennis って言っちゃうんですけど、 You should say I can't play tennis well、 上手にはできないけどねっていう言い方をすればいいんですね。テニスができるかできないかっていうのは、もっと幅が広く考えればいいので、この上手にできるかどうかっていうところまでは、正直言って聞いてないっていうぐらいで、can を使ってもいいんですね。で、この場合は、じゃあこの can っていうのは、できるっていうふうに、考えていますけど、じゃあ今度、ここに、今まで習ってきた助動詞って言われるので、この will が入ったとします。はい、I will play tennis、ね、I will play tennis、 これは I が主語になっているので、 I will play tennis って言って今やろうとっていうのもあるし、 I will play tennis next year みたいにして、よし来年はテニスをやってやるみたいに思って、 I will play tennis って言い方もできますけど、この will というものがない場合は、ね、ただ単にまあいつもだいたいテニスをやるんだ、テニスをプレイするんだって言ってる人に、この will が加わることによって、みたいな、これが入るってことは、要するに、この自分とこの動詞との間に、ちょっとしたそのメッセージが入ってきてるっていう感じなんですよね。今、can やって will を終わりましたけれども、そう、これは今度、この I を主語にしたときに、I must play tennis。 これはちょっと中学校でまだ must としてはやっていないんですが、これは私は must っていうのは義務とか絶対にやらなければいけないことというものがあるので、こういうふうに I must play tennis って言った場合には、本当にやらなきゃいけないっていう何か特別な状況があって、 Oh, I must play tennis っていう感じで、もしかして嘆いているかもしれない状況がちょっと考えられますね。それぐらい must っていうのはやらなきゃいけないんですね。だから例えばね、お友達が、自分はそんなやるつもりはなかったのに、クラスの代表のお友達が骨折をしてしまって、 Oh, I can't play tennis anymore. Would you play tennis for me? 私に代わってね、あなたテニスやってくれるって言われた時にね、 Oh no, I can't play tennis well, but you should try って言われて、 Oh, okay, oh, I must play tennis. Oh no, I can't play tennis well って言いながら、まあやるって感じのこのマスク、うん、それから何か大きなね決意を人に表明したり自分自身に言ったりするとき、この OK I will っていうよりも、この I must っていうのは I must do this みたいな感じで、ものすごく強い決意になりますね。だからもうあなたが絶対行きたい学校があって、I must study very very hard みたいに言うと、さっきの will のみたいな感じよりも、もっともっと強い強い意志を持って、するんだってこう決意を表明しているっていうこともこれであります。でもこれがね、言うになったりすると、自分じゃない人の場合には、これはその人がしなければならないっていうそのものを表現するので、 You must play tennis、
You must play tennis、mm-hmm. みたいな感じ、今の言い方でわかると思うんですけど、ね、あなたは、ね、テニスをやらなければいけない。What? For what?、to lose your weight、ね、体重を減らすためにとかっていう感じだと、この must の意味が少しだけ変わってきますね。さあ、それともう一つみんなが習っているのは、メイというのも習っていますね。ここの教科書にもメイというのがあるんですけれども、ここのところはしても良いというのとかもしれないというのがあって、このメイというのはどんな時使われるかっていうと、この可能性としてはいつもだいたい 50% っていう感じがメイなんですね。だから、このもしあなたの友達が It may rain today というふうに言ったとすると、ね、この人のニュアンスというのは It may rain today っていうのは50% ぐらい、まあもしかしたら雨降るかもねっていう感じになるんですね。で、これがもしない場合は It rains today というふうになるんですけれども、これはもう今すでにもう分かりきっているというか、もう今降っているという時に It rains today ね、oh, It rains today、 今日雨ねっていう感じの言い方もできますね。もちろんこれ It is rainingIt is raining today とか It's rainy today というふうに、この rain を rainy というふうにして It's rainy という言い方で、今日は雨降りですという言い方とか、まあ、いろいろね、言い方としてはあるんですけれども、じゃあこの、May っていうのが、ね、さっき言っていた It will になったらどうだったかなっていうのを思い出して、私じゃない場合の will っていうのはね、自分関係ないものに対して will を使うと prediction 推量っていう風になるので、 it will rain today っていうと今降ってると思う、降ってないんですね、今は降ってない、うん、でもこの人は多分雨降ると思うけどね、っていう感じですね。何の根拠もなくてもこれは言うことができますので、ね、根拠があるないっていうので、この間やっていたのはこの will の代わりに It is going to It is going to rain today っていう言い方にすると、まさに今雨が降るんじゃない、だってほら雲ももうなんか暗いの来てるしみたいな感じで It is going to rain today っていう言い方ももちろんできます。だからこの主語にあたるものと It でも I でも You でもなんですけど、この動詞にあたるものの間に入ってくるこの助動詞によって可能性が 50% になるっていう意味をしたり、できるよとかしなきゃいけないよっていうような、そういうニュアンスを動詞に与えることができるというので、助ける、動詞を助けるっていうことから、まあ昔の誰かがこれを助動詞っていうふうに名前をつけているっていうことですね。じゃあこの Let's try というところを見てみましょう。 Number one, so I think there are two people talking in the library. So he want to say, so この男の子は何て言いたいかっていうと We must be quiet here. We must be quiet here っていう感じですね。私たち静かにしないといけないのよっていう感じ。さあ Number two、この男の子の名前はティム君ですね。で、この女の子はティム君のことを、わお、ね、サッカー上手にできるのねっていうふうに言っていますので、Tim can play soccer well ですね。Tim can play soccer well。この well っていうのがつくことで、上手にっていう意味になるので、そう、できる、できないっていうので、Of course, I think you can speak English、mm-hmm. but you can say I can't speak English well、うん、上手には話せませんっていうことは言えるんだけれども、あなたは英語を話せますかって言われて I can't speak English っていうのはちょっとおかしいんですね。だってそうやって言いながらもう話してるから英語を。だからもしね、言うんでしたら Oh, I can't speak English well but I will try to help youね、でも私あなたを助けたいから頑張るわっていう感じで言ってみてくださいね。もしそういう機会があったら
では Number 3、 明日の天気というテレビがありますけれども、明日は曇りでしょうということでね。 So weather forecast said it be cloudy tomorrow。 これはどうでしょうか。明日ということでここですね、 it を使っています。これ cloudy tomorrow ですね。 it will be、ね、この予想を立てて will be cloudy tomorrow というふうになっています。はい、音読の仕方っていう学び方のところがありますけれども、本当に音読っていうのは自分の声だけを聞いて音読をするだけだと、どうしてもこの流れ、日本語をみんなが話す時の流れが英語にもあるんですけど、その流れがなかなかつかめないんですね。だから私のおすすめの音読はね、まず音を純粋に真似するっていうことをしてみてください。というのはみんなこう文字を見てしまうと、日本人はですね、文字がとても認識能力が高いので、ついつい文字を見て音を無視して読もうとしてしまうんですね。だからここはもう本当にちょっと大変なんですけど、赤ちゃんに戻ったと思って聞いて音だけを真似します。で、もちろんそんな全然うまく読めなくていいんです。そういう意味で一つ一つの単語をしっかりかっきり、全然読めなくても全然気にしなくていいので、まず耳がその聞いたままの音を真似するっていうことを2回か3回してから、このスクリプトって言ってこのテキストを見ながら指で今度はなぞりながら、また耳は音源を聞きながら真似をする。一番最後にもう出来上がってから音を何にも聞かないで文章を見て、文章をただ音読するっていうのが最後のゴールだと思ってください。だから音読が大事だからって言って何にも耳から音を入れていないのに音読をいきなりやろうとすると、 The boy went to a house to sell candy. He knocked on the door っていう、こういう感じになってしまいます。でも英語っていうのはこの流れがあるので、こういう文章だと The boy went to a house to sell candy. He knocked on the door and a woman opened it. She said,I have no money for candy. She was not well off herself. こういう感じになります。英語の文章、どんなにゆっくり読んでもリズムは英語のままなんですね。これはみんながどんなにゆっくり日本語を読んでも日本語のリズムを失わずに日本語を話せるのと全く同じことなので、ね、速度を自分で落とした方が読みやすいっていう子は、この YouTube の速度調節ができますね。2倍速まで速くすることもできるし、遅くすることも YouTube はできるので、ちょっと YouTube を遅くして音を真似して読んでみてください。Thank